ジュリクソン・バルサロミウス・プロファーは、オランダ領アンティルのキュラソーと、ミレムスタッド出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。弟のジェレミー・プロファーもプロ野球選手である。2004年には、リトルリーグワールドシリーズでエース投手として、キュラソーチームに初優勝をもたらした。翌年も決勝に進出したが、ハワイ州チームに敗れて、準優勝に終わった。 テキサスレンジャーズ時代2009年7月にテキサスレンジャーズに入団した。他の球団が投手としてプロファーを勧誘する中、レンジャーズは本人の希望である遊撃手としての育成を約束し、150万ドルの契約金を与えた。2010年に参加の A-9 ス p o k e ン i n d i アンスでプロデビュー。2011年は選球眼とパワーが向上し、 マイナーリーグで最高の遊撃手と目されるようになる。オールスターフューチャーズゲームの世界選抜にも選出された。2012年9月2日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビューを果たし、初打席でザック・マカリスターから本塁打を放った。19歳195日での初本塁打は1998年のエイドリアン・ベルトレイコーでは最年少で、 イバン・ロドリゲスの19歳276日を超える球団新記録だった。シーズン終了後には MLB 公式サイトの有望株トップ100において第1位に輝いた。2013年開幕前に第3回 WBC のオランダ代表に選出されたが開幕メジャー25人枠を目指すため大会出場を辞退していた。しかしオランダ代表がベスト4となり、 サンフランシスコでの決勝ラウンドに進出。2次ラウンドで不傷離脱をしたユレンデルでキャスターに代わり決勝ラウンドから追加招集された。2014年2月26日にレンジャーズと1年契約に合意した。3月30日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りし、4月12日に60日間の故障者リストへ移動した。シーズンでは 試合出場なしに終わる。2015年もメジャーでの出場はなかった。マイナーでも A 級ヒッコリー・クローダッツと AA 級フリスコ・ラフライダーズで計12試合に出場しただけであり、打率は256だった。2016年5月27日、ルーグネと同話の出場停止に伴ってアクティブ・ロースター入りし、同日のピッツバーグ・パイレーツ戦に先発出場した。 3シーズンぶりのメジャーの舞台となった同年は、ユーティリティで起用され90試合に出場。打率239、5本類が20打点に投塁を記録した。オフの10月26日に日本代表との強化試合のオランダ代表に選出された。2017年開幕前の1月24日に第4回 WBC のオランダ代表に選出された。 2018年は146試合に。2018年12月21日に、レンジャーズとオークランドアスレチックスとタンパベイレーズによって三角トレードが行われ、アスレチックスは、プロファーを獲得、レンジャーズは、ブロックバークとカイルバードとヨエルエスピナルと、イーライ・ホワイトとインターナショナルボーナスプールの75万ドルを獲得、レーズは、エミリオ・パガンとローリー・レーシーと2019年の、 MLB ドラフトでの優先指名権を獲得した。2019年12月2日に、オースティン・アレン、金銭または後日発表選手とのトレードで、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。2020年は56試合に出場し、打率、278、7本塁打、25打点を記録。オフの10月28日に、 FA となったが2021年1月27日にパドレスと3年総額2100万ドルで再契約した。保守と投手以外の全ポジションを守れるユーティリティプレイヤーである。ありがとうございます。